哀愁の花びらは1967年のアメリカ合衆国の映画、マーク・ロブソン監督の作品で出演はバーバラ・パーキンスやシャロン・テートなど、公開時に批評家から否定的な評価を受けたが、後年はその野蛮な感性からカルト的人気を得るようになった。田舎からニューヨークに来たアンは芸能エージェントに秘書として入社し、初仕事として、 大スターのヘレンの契約を取ることになった。ヘレンは新人女優、ニーリーを自分の舞台から降板させることを条件に承諾する。その後、ニーリーはアンたちのサポートによって人気を博し、マネージャーのメルと結婚する。また、ニーリーの友人であるグラマー女優ジェニファーもハリウッドで人気を博す。同じ頃、アンは社長補佐のライオンマークと、 肉体関係を持つ。一度はバークとの同棲を断るも、アンは彼と同棲する。一方、ニーリーは人気上に満身となり、メルと離婚する。また、酒や薬物の乱用によって仕事にも支障が出るようになり、ついには精神病院へ入院する。また、ジェニファーは夫、トニーの治療費を得るために、ポルノ映画に出演する。 だが、乳がんにかかった彼女はチブザを切除せざるを得なくなり、自殺する。さらにその頃、精神的、肉体的に不調に陥ったニーリーは、テッドとも別れ、マネージャーとなったバークを寝取る。そして、対等する新人たちを恐れるあまり、彼らを自分のショーから排除していった。そして、再び酒と睡眠薬に溺れた彼女は、劇場裏の路地で倒れる。一人帰郷した。 アンのもとにバークが再び現れる。しかし、アンは自分の好きなこの土地でしばらく一人でいたいと話す。キャストのスチル、カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。